吉野周囲は、南朝関係の説話を収録した室町時代の、説話集。二巻本と三巻本とがあり、後者は、吉野周囲物語とも称する。五代五、五村上天皇代の南朝帝心の一時、川を基礎とし発ッシ生誕霊弦端、恋愛端、怪端、復讐端など多彩だが、釣れ釣れ草、兼康法師集、人脳正闘義。 太平記から取材して、これを改変したものに加え、先週章と同様の方法で形成された虚構の創作説話が混在する。戦乱などの生々しい切迫した正常は反映されていないが、一応難聴の参考資料として考慮されて良いと思われる。二冠本で注目すべき説話としては、河茂羅羅が弁内氏の強奪を図った話。 楠木正則への復讐を果たそうとした、熊王の話、健康が作者を来訪した話がある。大日本史南山淳主録、池の木図、本町語苑などにも影響を与えた。抜文と本文によると、かつて南町の帝身であり、五代醐天皇の宝御に際して、出家、頓政した昭王という人物が、昭平十三年に、自らの見分を記したものという。 しかし、説話中に、元中元年、取得元年先進の、新語周医和歌集初集の和歌が含まれることから、成立はこれ以降の室町期に下ると見られ、また、作者、昭王の正体に関しても、吉母圧損、自重、忠房、健康の弟子、命松丸など、諸説があって、はっきりしない。近年では、昭王に固くして、 室町後期に偽作されたとする説が有力である。成立年代の加減は、地ズ塚物語との関係から、天文21年と推定される。書本には、35話書集の2巻本の系統とこれに29話を、増補した3巻本の系統がある。双方の共通部分は、表現軸や、説話の配列において、やや移動があるものの、説話数や内容自体には、 違いが見られない。なお、三冠本への増保時期に関しては、定説がなく、近世まで下る、可能性も唱えられている。両系統ともに、伝本は多い。本国は、軍書類1485、公中日本文学体系18、国史総書、国文体観4などに収録されるが、その多くが、戦前の出版である。今日では、ほとんど帰り見られていない。 成立、出展につき、一通りの検討を経て少なくとも南北朝時代の作品ではないことが明らかになり、説話の価値は没却されたが、先行文献に、転居のある作為的説話ばかりでは、区民関連省に通じる主題を含んだものもある。ありがとうございます。